皆さんこんにちは、ビーシックです。今回は現代でも色褪せない名器の音がセットになったアートゥーリアビートポートクリエイティブクラシックスバンドルを難しい話はなしでご紹介していきたいと思います。全部で5つの製品がセットとなっており、まず新鮮音源の2つで DX7V、純6V、エフェクターが3つで EFX リフラクト、ディスト、チューブカルチャー、レブ、LX24 というラインナップになっています。一つ一つご紹介していきたいと思います。まずは DX7V のご紹介です。わかる人が見ればピンとくるようなデザインとなっており、パキッとしている音が特徴的となっています。今回用意したデモ曲では、曲のメインとなるメロディーラインとメロディーを追うようなアルペジエーターの音色を担当してもらっています。全体的に音がキラキラとしているので、使い方としては高めのメロディーやパッド音を使うのが個人的にはおすすめです。そのまま使ってもいいのですが、少しキラキラ感を調整したいといった場合には右下のブライトネスで調整すると良い感じになるかと思います。音作りが苦手な方でもプリセットが数百種類用意されていますので、カテゴリーごとに分かれていて使いやすいです。もし本格的に音作りをしたいという方も、アドバンスモードというものも用意されていますので、細かく調整していくことが可能となっています。次にご紹介していくのは純6V です。これも長年愛される音となっており、今もトップチャートにランクインするような楽曲に使われていたりします。特徴的なのが音の分厚さです。特にパッド系やベース音がおすすめで、プリセットを適当に選んで鳴らすだけでも楽曲を支えてくれつつ、確かな存在感を感じることができます。それを可能にしているのが音の分厚さとコーラスというエフェクター部分です。このコーラスが音を心地よく広げてくれ、存在感を出す一つの要素となっています。今回のデモ曲ではパッド音とベースを担当してもらっています。特に今回のようなシンスウェーブといったようなジャンルですとか、あとはシンセポップなどが好きな方には即戦力な音源となっています。こちらも100種類以上の音色が用意されており、音作りをする際にもアドバンスモードが用意されており、 LFO やディレイ、リバーブなども搭載されています。次はエフェクターのご紹介です。次にご紹介していくのはサチュレーションプラグインのチューブカルチャーです。これは真空管の温かみと倍音を再現したエフェクターとなっており、ミックスから音作りにまで幅広く使いやすいサチュレーションとなっています。今回のデモ曲ではドラムトラックにかけて音を少し歪ませて楽曲内の存在感を演出しています。サチュレーションとは言っていますが、がっつりと音を歪ませることもできますので、楽曲制作内で使う場合の多いエフェクターかと思います。プリセットも様々な場面ごとに用意されており、ベースやギター、ドラム、ボーカルからマスタリングまであります。個人的にはプリセットを決めて、そこからドライブの値を少しいじるのがおすすめです。
次にご紹介するのは、これまたピンとくるようなデザインのリバーブエフェクターとなっています。これは様々な響きを演出できるデジタルリバーブとなっています。個人的におすすめなのが余韻の長めの響きです。今回は DX7V のメインリードとアルペジエーターのメロディーを楽曲内でより印象的にするためにかけています。メインメロディーには3つの響きの LX24 をかけており、それぞれスモールホール、ボーカルプレート、ルーム A をかけています。ルーム A は音を横に広げるイメージで使っており、スモールホールは少し余韻のある響き、そしてボーカルプレートは音色をより優しく響かせるイメージでかけています。アルペジエーターの方にはルーム A とボーカルプレートの2つをかけており、どちらのメロディーもこの LX24 をかけないと楽曲内で埋もれてしまうため、大事な役割を担ってもらっています。特におすすめなのがこの LX24 をバストラックに立ち上げて、少しずつシンセやギター、そしてボーカルなどにかける手法です。音数が少ない楽曲やバラードなんかにもおすすめです。この LX24 も豊富なプリセットが用意されており、幅広いパートに簡単にかけることができます。またこちらもアドバンスモードが用意されており、アドバンスモードにすることで本格的に調整可能なデザインとなっており、こちらのデザインの方が親しみやすいという方も多いかと思います。次にご紹介していくのはサウンドメイキングに使えるエフェクターリフラクトです。これは5種類のエフェクターから最大で2種類のエフェクターを組み合わせて音作りをすることができます。効果音を作るときや音を歪ませたり、音を明るくしたり暗くしたりすることができます。またグラニュラー系の音作りをすることもでき、キラキラした音にすることもでき、幅広い音作りに使うことができるようになっています。プリセットも豊富に用意されており、カテゴリー分けもされていますので、なんとなく自分の作りたい音のイメージから選ぶこともできます。今回のデモ曲では JUN6V のパッド音にかけており、一つは音色を曲に馴染ませるイメージでかけて、もう一つは曲を下から支えてくれるイメージをしながら音をキラキラとさせる感じでかけています。というわけでご紹介してきたこのセットですが、10月1日からプラグインブティーク限定のセットとなっており、99ドルで購入することができるようになっています。期間は10月15日までとなっています。日本円に換算しますとおよそ1万5000円前後となっています。個人的に JUN6V、リフラクト、LX24 が含まれているだけでかなりお得なセットかなと思います。1つあたりの製品価格が3000円ほどの換算となりますので、ブラックフライデーを考慮したとしてもおすすめのセットとなっています。気になる方は概要欄からチェックしてみてください。この B6 チャンネルでは、これから皆さんためになるような DTM に関する動画を投稿していければと思っておりますので、いいねやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回。ありがとうございました。